はい、はじぼろきやの呪術プリスト。はい、やってまいりました。はじぼろきやの呪術プリスト、2014年度一発目の配信となります。MC のはじぼろきやです。よろしくお願いします。MC の三浦彩香です。よろしくお願いします。はい、MC の内山由紀です。よろしくお願いします。はい、2014年度一発目の配信ね、あのアシスタントのお二人、ね、今日揃って来てもらってるので、でまず、スポンサー紹介からお願いします。はい、橋本欣也の呪術プリスト。この番組はファイターズショップ、ブルテリア、金属工事、呪術一式一血、ラスコンチャス、ミューズ、呪術アカデミー、デュマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオよりお送りいたします。はい、それでは CM です。はい、始まりは呪術プリストをお送りしてるんですけども、まず、最初にスポンサーのブルテリアから新商品出てますので、そちらの紹介からいきたいと思います。はい、はい、内山さん着てるそのパーカーは何でしょうか。はい、皆さん無心の道着ご存知の方が多いと思うんですけど、今回あの無心のパーカーが出ました。腕に、まあ、無心の文字が入っておりまして、こっちのねロゴが入ってますね。はい、ブルテリアのロゴが入ってます。はい、あとですね、無心の和彫りがメインだと思うんですけど、あれ内側二重となっておりまして、中に和彫りが入っております。ちょっと暖かいですね、この時期ね。っていうで、このパーカーは2色展開となっておりまして、私が着ているのはこれチャコールグレーで、もう1着あの黒がございます。1着、6800円で販売しております。ぜひともブルテリアのホームページでご確認ください。はい、じゃあ三浦さん、こちらのジャージ何でしょう。はい、私が着ているのはセットアップジャージですね。パーカーと同じで腕にもブルテリアのマークがついてます。私着てるのは黒と金で、あとは銀と赤の3色発売されてますので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。これね、フードついてますね。フードがすごい可愛いんですよ。はい、フードついてて、ズボンどうでしょう、どうなってますか。ちょっとズボンもですね、立ってお尻の、はい、お尻の方にもちょっと出せないかな足の方にもブルテリアのマークがついてます。はいですね、このジャージなんですけれども、ワンサイズ小さめのものになってますので、 S サイズ、普段 S サイズの方は M サイズを、 M サイズの方は L サイズを、 L サイズの方は XL を注文してください。はい、お値段はですね、ジャケットの方が5800円、でパンツの方が4800円、ね、上下別売りになってますので、上下揃えると1万ちょっとしますけども、お年玉を握りしめてぜひぜひご購入いただければと思います。はい、はい、じゃあそして最後の告知。ジュースプリスカップ、ね、1月19日ジュースプリスカップで第2回目の締め切り、もうそろそろですね、1月6日、ね、なっております。で最初締め切り1月13日まで間に合いますね。はい、でスーパーファイト、ティフルール時間無制限、オンリーサブミッションで島崎浩二対塚田一太郎でアンデルソン高橋と有川大輔、ね、紫帯あで、黒帯茶帯で最後紫帯、発表しましょう。杉本博樹対石井拓、はい、ムンジャール3位、ね、青帯でムンジャール3位に入って石井拓が紫帯になって、で凱旋帰国ということで、今、ね、紫帯ガロ級で、試合出まくってる杉本博樹選手ね、アジア王者、ヒクソンカップ王者、統一王者ですから、JBJJF、JJFJ、ね、2つの大会で、優勝しております。でドマーでも優勝してます、ね、三冠王ですねに、凱旋帰国した石井拓が、試合するという一戦決まっております。紫茶帯黒帯、ね、スーパーファイト3つありますので、ぜひぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。ね、大会参加者全員に、卓上カレンダーつけております。であと、全員に、くじ引きでスポンサー様からの商品の数々当たるくじ引きもありますので、非常にお得な大会になっております。ね、メダルもいいの作ってますからね、そちらの方もぜひぜひ、
お楽しみしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします、はい、それでは CM です。ヒカルド・デラ・ヒーバー先生の引退試合を行いたいと思います。今から、自分が最も得意としている三角締めの説明をしていきたいと思います。三角締めの形ですが、まず注意してほしい点が、相手の後頭部よりも膝が出る形をしっかりとキープすることで、自分の足の回転をうまくコントロールすることができます。もしこれが相手の肩に自分の膝が乗った状態であると、このようにして自分の足が回転することを非常に相手の頭がで制限されることになります。なのでなるべく相手の頭よりも高く、後頭部よりも膝が出ることをお勧めします。そしてこの状態になると足が回転するので、なるべく自分の足の裏が見えるような形でしっかりと自分の足を相手の首に巻き込んでいきます。そして相手の肩のなるべく上側に自分の足が回るようにして、足をこのようにしてロックしていきます。自分の足が相手の後頭部の方に、首の脊柱に自分の足が90度の形を作る、垂直の形を作れるようにすれば、自分の足をしっかりと三角締めの形を作ることができます。そしてこれで相手の首を締めようとしたときに、非常にフィット感が、例えば、非常に弱い、うまく締めることができないことが多々あると思います。相手のこの腕を流すことがまず重要ですが、これでも相手の体がうまく締まらない。この時には自分の体を相手に対して90度の形を作っていきます。この90度を作った後、この90度の形を作った後、相手の脇をすくいます。そしてこのまま自分の腕をクラッチさせ、しっかりと相手の首を締めていきます。以上です。はい、橋本圭司です。まずはですね、11月の10日に行われた琉球フリーファイト、ね、沖縄で行われました、呪術、シュート、グラッピング、ね、その3つの大会を、1回で行った琉球フリーファイト、ね、これ年に、1回開催されてます、ザ・パラエストラ沖縄松野亮太代表がね、元々パラエストラ松野にいた松根くんが、沖縄に帰って立ち上げたザ・パラエストラ沖縄で、そこの主催の大会ですね。そこで行われた呪術マッチの試合の数々見ていきたいと思います。 VTR スタート。はい、
沖縄ですね。沖縄浦添市体育館で行われます琉球フリーファイト11月10日、ちょっと前ですけどね、もう、ジュースプリスト初めて見ていただきたいと思いますね。大会の会場物販もありますね。はい、ジュースの後も売ってます。はい、和歌山で和歌ジュースやってますね。沖縄で元 TT ジュースアンドレ・ガバオンのチャオビです。はい、レフリー、ドクトローチ行っております。松根亮太代表ザ・パライストラ沖縄一面ですね、会場。はい、始まりましたアダルチャオビ、フェザー級1回戦和歌山達也対宮城隆ね。この和歌山達也ね、この元ブラジルで、白組の時からブラジルに渡って、でアンドレ・ガバオンの道場、アンドレ・ガバオン、テレレ・エドワ・テレスがいた、あの伝説的な TT 呪術で、チャオビを取得して、帰ってきた、選手ですね。今沖縄の方で、もともと千葉県出身なんですけども、今は沖縄の方で和歌呪術を主催してますね。だからもう、TT 呪術なので、アトスなんですけどね、TT 呪術とか、アンドレ・ガバのチャオビなんでアトスなんですけども、はい、アトスの名前使うとロイヤリティ取られるということで、アトスの名前を使わず和歌呪術という名前で当時は取ります。で対する宮城隆選手、フレッシソン・パイソンの弟というイヴァン・坂本の道場ですね、所属の選手です。はい、ディープハーフ、引き込んでディープハーフからスイープ成功させました。宮城選手は、下から、リバースラヒバ、リバースラヒバと、ラッソガードの複合ガードを見せております。はい、和歌山選手ね、なかなか今ずっと指導ばっかりやってて試合のチャンスないんですけども、沖縄で大会開催されるということで久々に試合出場しておりますね。多分試合したのは2年前のムンジャル以来じゃないでしょうか。あ、本当久しぶりの試合なんですね。はい、宮城選手、片襟片袖、ちょっと硬いやつですね。さあ、ベリンボロですか。ベリンボロでしょうか。で、和歌和歌山実は青木時代にギーメンデスに勝ってますからね。そうなんですか。はい、ギーメンデス勝っております。はい。ギーメンデスの家に、泊まり込みで一時期一緒に練習したこともある。あ、今スイープ。普通のスイープですね、もう。で、これ2対2。同点ですね。同点ですね。ね、和歌山選手もね、試合非常に久しぶりなんですけども、ね、軽快な動き見せてましたけど、今宮城選手もスイープを成功させてポイント同ポイントですね。から、おっと、パス、おっと、これはカメになってからのバックですかね。ニアバック、ちょっと足をかけさせない。おっと、これで足両方、そう、足、まあ片っぽ、ちょっとこれはパスは、ちょっとパスが、エビはバックはさせらんない。あ、けどこれは、でこれアドバンテージ入ってしまいました、相手に。相手のアドバンテージ、これアドバンテージ差で負けてますね、和歌山。さあ、このディープハーフからこれ返したいところ、さっきもハーフから返してますからね。さあ、試合時間残り少ないですよ。でもここ一回返せれば勝てるんですかね。さあ、アドバンテージ差で負けております、和歌和歌山。やっぱ宮城選手もその総合やってただけあって、やっぱフットワーク軽いですね、動きが。あと柔道ベースっておっしゃってましたけど、はあ、お作み強いですね、柔道ベースディープハーフ、ディープハーフ。若はバランスを崩したい。で、相手のラペラを引き出して
節目を狙っていこうというところでしょうか。ちょっとレフェリーでよく見えない点これディープハウス。これでどうだ。起き上がってる。あそこでちょっとまたちょっと待ってしまった。で道着はだける。これここでタックルで返せれば。いいポイントなんだ。しっかり腰切られちゃって。あスクールされた。どうだこれで横三角。うんちょっと。これどうだどうだ。でも抜けそうな。横坂ちょっと入ってしまいましたねこれ。うん。あ、まあ、でもパスはさせない。そうここ起き上がれた起き上がれた。今タイムストップ。リスタートですか。動きを直してのリスタート。あ起き上がる起き上がりたい。これを押していく。なかなかまたバックに回られそう。ワカちょっとここで、ね、守りが入ってるところじゃないですかね。エドワードテリスバリーね亀からちょっと攻撃してもらいたい。おいあおっと今のところで。あこれでこれタイムアップではないまだリスタート、ま、で立ちからの再開で引き込んで。はい、ワンスイープ欲しい若和歌山ハーフガード相手のプレッシャーが結構強いですね。なんか潰されちゃいますね。で宮城選手上から相手の袖を持っている。まずいこれと間違いないと若和歌山宮城選手、スタミナありますね。宮城選手、もう終始攻めてますね。わっか、押してほしい。あ、引き込んだ。また引き込んでの。こっから何をする、はい、クローズドガード。ヒップスローか。さあ残り時間少ないですよ。おデラヒーバーガード。さあデラヒーバー。これもラストチャンスか。でこれ。メリフォローか。あいけない。けどここで例えば2ポイントになるんでね。おっとこのバランス。バランスの良さ。そう。うーん。初で足を畳まれてしまう。うん、まずい体勢ですね。ね、スイープを、ま、折っていい。え、あ、でも元に戻しました。まだ戻した。おっと、もうタックルで押し込むもストップ。残り時間ないんじゃないでしょうか。さあ、若ちょっと苦しい展開が続く。ガード、ガードポジション。デラヒバガード。ディープハーフ。デラヒバガードからディープハーフ。で、それちょっと抑え込まれてるようなところもあるか。さあ、どうでしょうか。ああ、タイムアップ。はい、ポイント2対2、アドバンテージ1対0で、宮城選手、決勝戦進出です。若干敗れる。はい、続きましてもう反対ブロックですね。上田百蔵選手対ジェームスチェリー選手、日本人対外国人選手の、国際戦ですね。上田百蔵選手はザ・パラエストラ沖縄所属の選手、ジェームスチェリー選手はマイチン BJJ の選手ですね。で この試合の勝者が、先ほどの試合の勝者宮城隆選手と決勝戦で戦うことになります。はい、引き込んでいったのはジェームスチェリー選手、またハーフガードですね。上田百田選手、
おっと、おどうでも帰らない。今のは何もなしと。でまた引き込みました、ジェームス・チェリー。エース選手はもう膝をもう割り入れてますね。もう足を畳にレッグドラッグの体勢になりつつあるところ。はい、ジェームス・チェリー、このハーフガード、ハーフガードで何をしていくか、襟を、コントロール。上田選手はもう体勢低くしている、うん、おっと華麗なこの巴投げ、デラヒバガードからの巴投げでのスイープ2ポイント、ジェームチェリー、2ポイント取ってさらに、立ち入りスタート、また引っ込んだで、両者引き込みから立ち上がってアドバンテージで、上田選手はこれからちょっとデラヒーバーを見せようというところでしょうか。ジェームズ選手は体勢を上田選手に向けたいところですね。バランスが今良くないですよね。上田選手もちょっと足を畳まれかけております。ちょっとこの展開早く抜けたいですね。で俺はこのポジションでじゃあどうするかっていうところで攻め上がれてるような状況でしょうか。ジェームズ選手はパス狙い、パスしたいところですけども、で上田選手これポレッタ、ポレッタも入ってるんでしょうか。ポレッタからおっと返して、ポレッタでこれ返しましたね。返して、これポイント入りましたか。まだですね。レッグスプレッド、これで上になれば、これで上になって2ポイントでしょうか、ね、いやまだ入ってないのか。入ってないですね。まだポイントは入っていない、体勢をキープしてないということでまだ入ってないですね。はい、じゃあ2ポイント入りましたでしょうか。はい、で今のでまだ2ポイント、ジェームズ2ポイント、お互いちょっと、スイープ合戦的な様子を呈しております。でジェームズ相手の足首をコントロール、つま先ですね、つま先を持ってコントロールしております。上田選手、おっと足をまたいで、今ハーフガード、あ、一気にマウント、バックマウント、早いですね。バックマウント行きましたね。でこれ4ポイント入りましたね。さあそしてバックチョーク、まあ、スーパーバックになりました。さあバックからもうポイントで大きくリードしております。さあここから何をなっていくか。で上田選手は今締めるディフェンス、足を同じに組まれちゃなかなか動きづらいですけど、ここからどう動くんですかね。4の字ロックになると、あの相手と自分の、ね、動きがかなり制限されますからね、はい、ここから逃げるのって結構苦しいんじゃないでしょうか。で入り締め、襟を片方も握って、逆に4の字ロックすると自分の動きも制限されますからね。この状態からなかなか動けない、ジェームスも、ある意味一番膠着しやすいっちゃしやすいんですかね、ここから締めに走って4の字ロックを外した時が一番逃げどころですよね、この4の字ロックの状態で襟を持ちつつ、さあじわりじわりと体勢を立て直している。
あ、で、締め入りましたか？締め入りましたかね。あ、タップ。はい、ジェームス選手、遅れ入り締めで一本勝ち。46度のまんま締めました。はい、ジェームス選手一本勝ちで、決勝戦進出ですね。はい、アダルチャオピックフェザー級決勝戦、宮城隆選手対ジェームス・チェリー。はい、お互い黒道着、ウィルソン・パイシャン BJJ オーガニゼーション宮城隆選手、ジェームス・チェリー選手はマイチーム BJJ で、また引き込んで攻めていくジェームス・チェリー。で、そのクローズガードを釣り上げて、クロスガードを割ろうというところ。ジェームス選手、腕がらめんで、木村アムロックの仕掛け作っております。非常にこの選手、あのクローズガード強力ですね。フィジカルが強そう。はい、でここから、もう木村ロック作っております。この体勢ちょっと嫌ですね、はい、疲れるし、気に入ったら取られるし。宮城選手、ここからどうする。まずこの木村ロックを外したい。そしてクローズガードを割っていきたいところで、木村は外れました。でクローズガード、おっとパスガード狙いのところ、うまく、ディフェンス何もなし。宮城選手すごい瞬発、そのパスの瞬発力がすごいですね、うん、早いですね。でまたクローズガード、厄介ですよね。はい、クローズガードから足をすくい抜く。またこの体勢、はい、またこの体勢。ただちょっとジェームズさんの体が落ちたんで、落ちましたね。ここからで、まあ、タイでパスガードで、リバーステラでハーフガードですね。これでインバーティッドガード、相手のパスをインバーティッドガードでディフェンス。はい、もうジェームス選手のガードワーク、はい、クローズガードに戻しました。このクローズド厄介ですね、絶対この体勢戻ってきちゃう。クローズガードからまた同じ、釣り上げてガードを割ろうとする展開。片方はあれですね、足の裾を持ってますね、ちょっと動きづらい。はい、引き上げてのクローズガード割りで落ちたところ、割れましたね。片襟片袖のガード、これ動きづらいんですよね、やられると。おっと、またクローズガード、うん、宮城選手これで結構体力削れていくか、うん、襟を引きつけて締めに入るか、でガード足をかけていく。ラスト試合時間2分になってるんでしょうか。おっと。とこれで。ああ、ジェームス選手スイープ惜しいですね。これは何もないか。何もない。何もないですね。あ、アドバンテージ入りましたね。
アドバンテージが入りました。からのまたハーフガードですかね。足が厄介ですね。足が厄介ですね。本当もう非常にこのクローズガードが厄介だ。クローズガードでワールドコラから始めないといけないのは、それも下のねジェームスもあんまり攻めるしかないのか。もうラスト1分ですね。もうクローズガードを終わらなくて、また釣り上げましたね。このパターン落として割れて、さあ割れましたけども、ここからパスできるかですね。またいでいこうというところですが、さあ片り片袖でまだバッククロスガードに宮城選手思ったように動けない。非常にこれストレスがたまる。ちょっとイライラしてる感じがしますね。強引に膝を割りに行く。ニースライサーでいこうとしてますが、ちょっと足がかかっておりますね。これまたげるか、一本またいで潰しにいけるか、さあ残り時間少ない。おかついだ。はい、ジェームス・リーアドバンテージ差で勝利。ジェームス非常に硬い。クローズガード崩してアダルトチャオビフェザー級優勝です。はい、アダルトクロービオープンクラス、ワンマッチ決勝戦ですね。フィリップ・ウィーマン対、イヴァン・坂本、フィリップ・ウィーマンのワウニオン、イヴァン・坂本フリーソン・パイション BJJ オーガニゼーション、ついに出てきましたイヴァン坂本、今まで、ね、その存在を知られましたけども、初めて出てくるイヴァン坂本、フルイソン・パイションの弟という触れ込みなんですけども、その割にはなんで坂本なんだっていうね、日系ブラジル人でフルイソン・パイションの弟っていうね、よくわからない。いきなりこれでちょっと引き込んで、ちょっと指名も入ってるんじゃないですか。これはイヴァン坂本ね、本当にもう、ね、未知の強豪、沖縄在住ね、けどパイシャオンからね、いつも俺の弟がいるからってこと言ってたんですけども、イヴァン坂本実はね結構でかいですね。これメイヨペサードぐらいあるっていう話なん で、ね、パイシャオンがねペナだったりレイビーだったりするんで、かなりでかい。でどういう血縁関係なのかちょっと気になる。イヴァン坂本の試合初めて見ます。このフィリップ・ウィーマン、ノバウニオン所属なんですけども、なぜかサウロ・ヒベーロの同業っていう、どういう関係なのかよくちょっと分からないんですけども、聞いたところによると、サウロ・ヒベーロの、に黒帯をもらって、沖縄に来て、で沖縄のノバウニオンで練習をしているということですね。ああそうなんですね。はい、また引き込んで、これ三角締めから腕十字いくのか。一本勝ちすごい。電光石火の一本勝ち、イヴァン坂本。強い。すごい。謎の強豪、イヴァン坂本、一本勝ち。戦列デビュー。初のメディアですね。びっくりしました。一本勝ち。もう秒殺ですね。さあ、フィリップ、今腕を負傷したのでしょうか。はい。イヴァン坂本。腕十字の一本勝ちで、アダルトオープンクロービアオープンクラス優勝です。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。今の気持ちを。はい、今もう気持ちや嬉しい、このチームと勝ったそれは今日の大会全体の感想を、今日楽しいですね。ナイストーナメントで、グッドファイト、I see a lot of good fight. Nice match.
て、今日はじゃあおめでとうございました。はい、ありました。すみません。琉球フリーファイトの試合の数々見ていただきました、茶帯のフェザー級、4人トーナメントで黒帯ワンマッチ決勝戦、ね、こそこで出てきたら2番坂本、フリーソンパイソロン弟っていうね振り込みだったんですけども、ね、まさかあんなでかいとは。さらにねスコミからの腕十字、非常に華麗な一本勝ち、ね、秒殺一本勝ちで戦列デビューといったところでしょうかね。なかなか沖縄大会魅力多い、ね、試合数々見れました。でですね、これから春ぐらい4月か5月に、ジュースプリスカップ沖縄開催しますね。ザ・パラストラ沖縄代表松江亮太選手のサポートにより、ジュースプリスカップ沖縄大会実現しますね。そちらの方もぜひぜひお楽しみにしていただきたいと思っております。はい、それでは CM です。ここからですね、IU プロジェクト代表、安裕太選手、さんを、お迎えしてコパ IU プロジェクトの試合の数々見ていきたいと思います。この大会はですね12月8日にタイトリバーサイドで行われました。この大会ですね、あのマスター以上のカテゴリーの優勝者に、LA のマスターシニア世界選手権、来年のですね2014年度のマスターシニア世界選手権の後継権が当たるというね非常に太っ腹の大会行われました。その試合の数々見ていきたいと思います。それでは VTR スタート。はい、コパ IF プロジェクト、これ毎年開催されてますね。去年はシャンジヒベイロ、ゲストで来ました。今年は、海外にゲスト選手なかったですけども高級権が当たるという、大会になっております。はい、まずはですね、アダルト紫帯ガロ級決勝戦、澤田信弘選手対赤堀翔一選手。澤選手はトライフォース、で赤堀選手はストライプルのワンマッチ決勝戦でしたね。はい、澤田選手っていうと、まあ、あのもうトライフォースの、今若きエースとして、頑張ってらっしゃって、すごい注目度も高く、青帯で世界選手権も、優勝されてすごい、頑張ってる選手なので、まあ、本当これからトライフォースを担っていく選手かなと思います。であと対するは、ね、ストライプルの赤堀選手ですよ。もうこちらベテラン、本当、結構前から、活躍されてる赤堀選手ですけども、この2人の試合が見れるというのは結構、まあ、新旧対決って言ってもいいかなと思うような、ワンマッチぶりとなっております。はい、この澤田選手ね JBJGF 主催大会でよく活躍するのでなかなか、試合経験も豊富な選手ですね。で今、すごいトライフォースの打ち弟子的な感じで、ね、すごく練習も頑張ってる若手伸び盛りの選手ですね。そうですね。やっぱ黒帯のあのガロ級の柴本選手の今、まあ、スパーリングパートナーとか、まあ、トレーニングパートナーみたいな形でねすごい頑張ってらっしゃるので、まあ、これからはすごい、有望な選手かなと思いますけども、はい、結構ギリギリな外掛けから展開していきますけど、ちょうど赤堀選手が下ですね。そうですね、やっぱり、結構下下になるかなというふうには最初思ったんですけども、はい、
澤田選手が、上を、まあ、先にちょっと引き込まれたっていうのもありまして、ね、上を取られたとおちょっとスイープ行かれそうですけど大丈夫でしたね。下下になって、まあ、ダブルガードみたいな展開に行くかなと思ったんですけども、あの上を選びましたね、澤田選手が。でここからのパスガードの展開は結構注目されますけども、ここからどんな感じで展開されるかっていう感じですね。はい、まあ、ちょうど1回立ち上がりましたけど、お互いね、また赤堀選手がした澤田選手が上を選んで、そうパスカード行きたいところですけど、やっぱ赤堀選手もね、すごいガードが上手い選手なので、うん、なかなか生かしてくれない、うん、ですね、うん、足が効きますね、うん、頑張る、パスガード、粘って右手ズボン持ってプレッシャーかけていく澤田選手に、おっと、これはキープできない、惜しいですね。アドバン入りました、アドバンテージが入りました。パスガードのアドバンテージ、うん、よく動きますね澤田選手、うん、止まらない、止まらない、止まらない、あ、バックにつけ、あ、打ち気味だけど、あ、バックはキープされた、バックキープしましたね、こう片方入ってますね、バックコントロール入って上になりました。で相手の動きに合わせてついていきますね、うん、いいポジションをキープしたまま逃さない、そこが重要、ちょっと締めを狙っていくところでしょうか、澤田選手、バックチョークも、赤堀選手も動けないですね、この状態から整体したいところですけども、うまくキープされちゃってますね、うん、動けないですね、無風手に動いちゃうとこのバックやマウントもいかれかねないんでね、うん、さあまだバック、バック、バックに張り付いて離れない、締め入っても、はい、もう締め入っても入ってるんでしょうか、バックマウント1個で足をねじ込んだ、でもこれでどうだ、エビリを持っている、テレビの点入りました、ポイント入りました、ポイントがあった、さらにそのまま締め作れた、お、お、もう早い、おー素晴らしい、はい、澤田選手一本勝ちで、ワンマッチ決勝戦制しております。さすがですね、強いですね、はい、続きましてマスターチョービライトフェザー級1回戦、今野直人対坂本潤選手、今野選手はパレストラ松戸、坂本選手はトライフォースで、坂本選手は今年の、アジアオープン準優勝してますね、うん、今野選手は、ドゥマウの、東京オープンかなんか優勝してますね、坂本潤さんはもともと柔道ベースで、やられてて、結構僕も青帯の時とかに無差別とかで試合やらせていただいてたんですけども、もう本当に強くて、もう僕たちの世代では結構早い段階で紫帯に茶帯になられたという方で、で茶帯になってから結構マスターカテゴリーに、試合出られるようになって、まあ階級も本当は重たい階級なんですけども、結構頑張って試合されてる方ですね、うん、ダブルガードの状態から今野さんが上になってのアドバンテージぐらいですかね、今ね、まあ、今野選手も、ね、本当に毎月試合出てますね、うん、あのドゥマウとかでかなり好成績を収めております、うん、ちょうどこれの2週間前、3週間、1ヶ月もない間に同じ東京オープンの JBJJF の東京オープンがあった際にも、坂本さん、今野さん、あと亀田さんが、で同じようなカテゴリーで試合、多分トーナメントやって、その時は、今野さんが、優勝した、トーナメントだったんですけども、今回また再戦という形で、多分、そうですね、東京オープンの決勝のリベンジマッチみたいな形で坂本潤さんのリベンジいけるかどうかっていう形ですかね。もう何度もあれ、ね、同じ対戦があるとやっぱりもう攻め手を分かってしまいますからね、その分洗練された、試合になる、そうですね、ところになっているんじゃないでしょうかね、
陣さん、坂本さんの上からのアタックの強さっていうのやっぱり好評なので、そこ近藤さんがどう下から防いで、スイープまたできるかですね、はい、このハーフガードみたいな リバセルヒバみたいな形で近藤選手の一番得意なパターンなんでね、そこをどう破るかですね、リバセルヒバから、ディープハーフの形になって、それからまた、足を振っていく、うん、前に送り出す形ですかね、はあ、この選手どちらかというとやっぱガードが上手いですね、うん、そうですね、この選手すごい作って最後に作りかけて、うん、最後で坂本潤さんが、うん、やらせないっていうところ、素晴らしい、足がしつこいですね、うん、素晴らしい、うん、いい攻防ですね、うん、でもお互いなんか、まあ、技術戦ですね、うん、で駆け引きもあり、うん、得意なパターンに、はあ、入っております。でこの形からね、スイープしていきたいところ、坂本さん本当にバランスもいいし、うん、すごいですね、しっかり押さえるところしっかり押さえてて、うん、本当スイープするの大変そうですね、うん、本来だったらライトフェザーとかで試合出てる人なんで、もうその今回フェザーとかで出てるんで、まあこれライトフェザーなんですよ、ごめんなさい一番軽い時、本当にルースターとかで試合する人なんで、大衆変幻自在の時じゃないですかすごいですね、うん、フェザーとかでも出てたりとか、もう道着脱げちゃってますけど、これパラエストラの人ってやっぱりリバースデラヒーバーっていうか、まあ、リバースデラヒバとかって得意な人多いんですか、やっぱり。うん、まあ、そんな人じゃないですね。どうしてもなんかこう、パルサ千葉とか松戸とかの人たち、どっちかというと技術よりなんか力で力そういうこと言う印象がありますけどね。まあ確かに体強い人多いですね。私も千葉なんですけどね。そうです。その中でその今野選手は結構テクニシャンなイメージありますね。そうですね。柏の人たちはテクニシャンが多いですかね。その千葉ネットワークの中で、まあ、今野さんを筆頭に、まあ、他にいろいろ選手がいらしていて。でも今野さんも結構いい体してますよね。ちゃんと筋トレやってるらしいですよ。だから素晴らしいです。足感くるか。でもちゃんと組んでやらせないみたいな。でこれ起き上がればこれ2ポイント入りますけど、うん、おっとそれをやらせない。やらせない順番。さすが坂本選手。今足感に行くと返されやすいね、ポジションしない、うん、やすいねリスクありますからね。うん、そこはやっぱ。ちゃんと戻していく、今野選手。おっと、これは良くない。でさ、本当最後の最後でパス。これはアドバンテージ入りましたね。入りましたね。これで、このアドバンテージ差で、はい、今野選手破れる。最後の最後でしたね、これ。純さん勝った。リベンジ果たした。僅差ですね、本当に。はい、続きましてマサチョブライトフェザー級1回戦、亀田慎選手と井上雄也選手。あ、パラエストラ超越、はい、僕の兄弟子です、亀田さん、デラヒーバー、はい、井上選手はパラエストラ超越、ね、新潟からはるばる参戦ですね。で潜って回転してスイープを狙っていたところ、ついていって、で足ですかね、足ですね、そう、うまいんですね、膝十字、電光石火、膝十字、膝十字で一本勝ち、すごい、はい、井上選手秒殺一本勝ちで決勝戦進出です。さすが、はい、先ほどの試合勝った坂本潤選手と井上雄也選手、
だこれも高度な技術性が期待されます、ね、お互いテクニシャンですからね。井上選手は結構自分で考案したテクニックとかを YouTube で公開したりして、はい、テクニックの研鑽に余念がない選手で、そこに対する坂本さん、そうですね、ダブルガードの展開から、あ、もうこれも最近の、お約束の形になっております、その形になっておりますね。坂本さん的には上にも作らさせず、ね、上トップキープになっちゃうんですかね、この状態になると、ね、このズボン持たせてしまうと良くない、うん、さんまだ様子見てますね、なんかストークルのかな、その間に井上選手もうまく作ってますね。坂本選手離れていきたいところですね。腰を浮かさないようにして後ろに、ずれていきたい。ちょっと両足ちょっとコントロールされてるんでね、ちょっと難しいですよね。なるほど、一気に、持っていく井上選手。ここがあとバックにつきたい。アドバンテージ。これで今ではアドバンテージ。絶対離したくないバックですね、これ。こんなチャンスないですからね。片足のフック、ね、両足入れたいところ。さあ、このまんま、どう攻めていくか。すごい、すごい。右足がすごいから、足のフック。フック力がもう、はい、シングルバックですね。シングルバック。で、坂本さん、ここからもう腰をずらしていって、足のフックを抜きたい。なかなか抜かしてくれない。はい、そうですね。このフックを、使いながら、うまくコントロール。で、場外際。どうでしょうか。でもちょっと体勢を返してきてるのかな。また足を狙いにいってるじゃないですか、井上選手。このね、足のこの膝固め、お互い膝固め入ってるんでしょうか。そこからまた。さあ、膝固めから膝固めから、アンクルに行ってたんでしょうか今、うん、さあ、まだ背中預けたままですね。で、この形からなかなか抜け出せないですね。動かないですね。これまたバック、このシングルバック、井上選手のシングルバックが強烈、すごい強烈ですね。もうあのここの映像越しでも分かるぐらいの強烈さ。いや、片足だけでのキープ力もすごいのに、この右足外れない、うん、片足で二重絡みになってる。足が長いのかなって、ちょっとあれ違いますかね。すごいですね。ずっとこの体勢キープするのって本当に辛いと思うんですよね。私多分すぐ落ちちゃいますもん。あーって下になっちゃう。でも外でやっぱ2取られちゃうんでね、なっちゃいけないとは思うんですけど、うん、坂本選手も多分こういうの外すの上手いんだろうなって思うんですけど、それ以上に多分井上選手のキープ力が強いのかなと思います。しつこくもうバックに張らず離れない、落ちないですね、落とされないように。うまく体勢ずらしながら、こうすると精神的に辛くなってきそうですよね。しんどいですね。で、今おっと足を入れていくところ、お、じゃあここが一番正念場って言えば正念場ですよね。逃げるか入れられちゃうか、ここは際の攻防じゃないでしょうか。刺し目も狙ってるんでしょうか。ん、足2本、いや、まだですね、入ってないですね、すいません。はい、タイムアップ。はい、井上選手、僅差の判定勝ち。
アドバンテージ差ですかね、うん、はい、階級別、マスターチャブライトフェザー級階級別優勝です。はい、続きましてマスターチャブオープンクラス決勝戦、同じ顔合わせですね、坂本潤選手対 NU 選手、 こちらはもうアブソルート、エントリー2人だったのでワンマッチ決勝戦ということになっておりますね。坂本選手にとってリベンジですね。はい、リベンジマッチということでリベンジのチャンス、当日にできる、はい、で引き込んだ井上選手、ここはもうダブルガードじゃなくもう坂本選手が上を選んで、まあ、そう上を選択して立ち上がっていきました。坂本潤さんの結構飛び込みって結構みんなやられがちなんですけども、今うまいこと井上さんは防ぎましたね。あそこで結構バーンって飛び込まれて十字取られたりとかって結構坂本潤さん多いんで、うん、仕掛けるんで、そうですね、そこを生かせなかった、ちょっと井上さんさすがですね、うん、さあまた潜って膝十字を狙っていくところでしょうか、うん、ね、階級別1回戦で膝十字、今足を抱えていた、おっと狙ってあ、ちょっとずれましたね、はい、今の、動きで2ポイント入りましたね、井上選手に。でおっと顔殺された、このハーフガード顔殺されてかなりしんどい、うん、これちょっと戻したい、潜っていく、で脇を刺してこの襟を持って、ん、体勢戻してきましたね、うん、おっとフックガード、バタフライからのフックスイープで、これでどうだ、これ起き上がればまた足関節、また足関節しつこく絡みついていく、結構痛いんですよね井上選手の。素晴らしいです。フックスイープから潜っててさらに足関節と、はい、波状攻撃、はい、回転に余念がないというか、さあハーフガード、最初から帯を取ってまたこのバタフ、ハーフガードですね、うん、ハーフガードなのかリバースデラヒーバーなのかで、外はでデラヒーバーで、このでベリンボロ狙いでしょうか、うん、で相手に正対してディフェンスする坂本選手、うん、坂本選手はもうここのパスいかないともうポイント取られてますから、うん、絡みつきが半端ないですね足がすごい必ずどっかにその足首っていうか、うん、足の先がかかってるから、うんうん、足の甲がペタってくっついちゃうよね、うん、で膝を割り入れようとしたところ、また膝、また足かん狙いでしょうか、うん、うやめに足を伸ばせないですよね、ここまで足を強に狙われちゃうと、うん、はい、試合時間残り30秒というアナウンス、また膝十字を潰して、ね、ここでパスすれば坂本選手逆転できるんですが、あ、はい、はい、あ、今ので2ポイントですね、今ので2ポイント入りました、場外投球というところで2ポイント入っております。お、引き込んだ、あ、試合終了、はい、井上選手、階級別に引き続き
長尾オープンクラス。クラスでも優勝、2回期制覇ですね。リベンジならずでした、ね。はい。プロジェクト代表の安井裕太です。本日は12月8日、コパAプロジェクト、の方を開催させていただきまして、今回大会の、マスターカテゴリーですね、マスターカテゴリー以上の選手に、優勝者には、来年の、ワールドマスターの方の、航空券を、出すという形で、銘打って大会の方を開催させていただいて、かなり、マスターカテゴリー以上の選手、エントリーしていただいて、盛り上が大会の試合も内容もすごい盛り上がった、形となりました。まあ、多分充実の、選手競技人口の中で、マスターカテゴリー、マスター以上のカテゴリーが占める確率可能、割合がかなり高いので、日本の柔術界の中では、そういったマスターカテゴリーの方も、ピックアップして、どん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 大会の方盛り上がっていくことも、日本の柔術界の、発展につながるのではないかなと思いますし、去年の、ワールド今年ですね、2013年に行われた世界マスターのマッシーニの方の、盛況ぶりというのもかなり、自分たちの中では、かなりエキサイティングされる、した内容になりましたので、今後ともマスターカテゴリー、シニアカテゴリーの選手にも頑張っていただきたいと思いますし、もちろんそれに加えて、アダルトカテゴリーの選手、子どもたちにも頑張っていただければなと、思っております。なので今回の大会、やってみて、とても、意義のある、大会だったと思いますし、これからの、マスターカテゴリー、シニアカテゴリー、そうですね、やっぱり柔術っていうのは、障害競技だ、障害スポーツだとは思いますので、そういったも部分体でも、ピックアップできればなと 思いますし、できると思ってますので、今後とも、引き続きこういった大会も、やっていければなと思っております。はい、コパAプロジェクト203の試合数々見ていきました。どうでしたか。どうでしたか。今回も全て、まあ、茶帯の試合だったんですけども、すごい技術戦、ハイレベルな試合が見れたなと思います。やっぱ今野選手、最後井上選手ですかね、上越からいらっしゃって井上選手の足、そうですね、2階級制覇、素晴らしかったですね。技術戦を制して2階級制覇、試合見れたと思います。で、紫帯のガル級ね、澤田選手と赤堀選手、はい、で澤田選手ね、最後ピシッと一発で決めて、優勝と、ね、あのマスターとアダルト、ね、紫帯と茶帯、いい試合見れたと思います。はい、それでは CM です。はい、始まりのジュースプリスト、今回はですね、前半戦で琉球フリーファイト、後半戦でコパAプロジェクト、試合、2大会、をまとめて見ていただきましたね。琉球フリーファイト沖縄、コパAプロジェクト、東京ね、あの2大会連続で熱中見応えあったと思いますね。今日ゲストに、来ていただきました、安井さん、どうでしたか。ありがとうございました。また今年も1年間充実で、充実したいなと思いますので、今年1年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、内山さんどうでしたか。今年の抱負なんかも、お願いします。今年の抱負ですかね、さっきのちょっと紫のハイレベルな試合をちょっと見せていただいたので、ちょっともうちょっとテクニックを磨きたいなと思います。紫になったんで今年1年も頑張ります。はい、どうですか皆さん。そうですね、去年はあんまり柔術の試合は出れなかったので、今年は柔術の試合たくさん出ていろんな経験をしていきたいと思ってます。はい、そんな感じですね。これからも、2014年も、なるべく毎週配信できるように頑張っていきますので、今年もよろしくお願いします。はい、じゃあ最後ですね、スポンサー紹介お願いします。はい、橋本金也の柔術プリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術意識一徹、ダスコンチャス、ミューズ柔術アカデミー、ルマウ株式会社、フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により YouTube にて全世界同時配信にてお送りしました。はい、始まりの柔術プリスト、また来週お目にかけたいと思います。さよなら。さよなら。
梶原キアのジュースプリスト。はい、梶原キアのジュースプリスト、早くも4枚目となる DVD が新発売となりました。出た。ジュースプリストファンにはおなじみの、そうですね、毎週のレギュラーコーナーのテクニック集だけを集めた DVD です。で、この3つの売りがあります。販売ポイント、はい、まず1つ目、はい、テクニックがなんと45個も出ました。45個45個で3000円。3000で45個ってことは、これね、お値段技1個あたりにつき66円ですから、66.666666 66円。はい、その2、はい、通常放送版では、英語のままだったものが、あのちゃんと字幕がついてる、もう字幕翻訳しましたから、ハウル・モントルフォ、アブマ・バルボーザ、パウロ&ジョアン・ミャオ兄弟。そして、はい、最後ポイントは何ですか。ドクトル・オーチ新テクニック収録しました。この DV のために取り押しした、はい、ドクトル・オーチのテクニック、まあ言ってもね、ここ数年のテクニック DVD じゃ最も売れたと。そうですよ、噂の、もうそれがね入ってますから、シナーコンテンツが新テクニック4つ入ってます。おこれがね、好評かどうかでドクトル・ジュースのパート2が出るか出ないかっていうところもねぜひぜひこの DVD お買い上げいただけると思います。